こんにちは。今日はね、12月31日です。昨日は12月30日、無事に仕事納めでした。お仕事納め、納まりました。ですが、お勉強してる人に、お正月とか年末は関係ないですからね。たまたま今私はこのファイナンシャルプランナー2級をやってるんだけど、ファイナンシャルプランナーじゃなくても、例えばこれから大学受験をするとかね、まあ高校受験とかね、NP じゃなくてもいろんな資格の試験があると思いますが、お正月だからといって、待ってくれません。なので、とにかくやりましょう。で、お正月ぐらい休みたいなって気持ちもわかるんだけど、だから、30分でも1時間でもいいんで集中してやってみましょう。とりあえず私はね、今日やるって言いながらもう11時半になっちゃったんで11時半になっちゃったんだけど、まあとりあえず目標は午前中1時間午後1時間やろうと思ってるんで、とりあえずはまず1時間頑張ってやりますよ。このね、ライフプランニングと資金計画ってやつ、ここで実技試験の問題が、日本 FP 協会の問題がね、20問あるんです。で、昨日4問しかできなかったから、今日は残り全部やっちゃう。全然勉強とは関係ないんですけど、ファイナンシャルプランナーってこの問題にね、1111に人の名前がついてるんですよ。安子さんは高幸さんが何とかかんだのかね。で、みっこフルネームついてて、宮野清二さんは民間企業に勤務する会社員です。で、ファイナンシャルプランナーの阿久津さんに相談しましたとか、全部ね名前がついてる。高一さんは、真嗣さんは、のりゆきさんは。で、私ね、漢字が苦手なんでね、たまに人の名前を読むのに、あれってなんかちょっと止まっちゃったりすることあるんだよね。これは何なんでしょうね。このファイナンシャルプランナーの、なんか、特徴だよね。A さんはとか、B さんはじゃなくて、ちゃんと名前をつけると。で、もう一つね、私みたいに細かい人はね、あれこの安子さんっていうのはさっきの安子さんと違う人なのかなとかさ、関係ないことをねちょっと考えちゃったりします。まあ私的にはね A さん B さんで済ましていただきたいんですけどね。まあいいや、なんかつまんないこと言っちゃいましたね。一応ね今日はね後半も、後半ね午後も1時間やろうと思ってます。とりあえず一旦休憩します。こんばんは。こんばんはって、もう夜になっちゃったんですけど、ちょっと休憩してからね続きの勉強しようと思ってて、もう夜になっちゃいました。12月31日、もう本日は勉強するのはやめます。やめるときはねささっと潔くやめましょうということで、2021年のお勉強時間は2時間でございました。まあ、ちょっと1日もうちょびっと忙しくなりそうなんで、ちょっと心配だなって思ってますが、まあとりあえず1時間今日できたからいいかなって思ってます。また来年もよろしくお願いします。あと20数日になっちゃいましたが、ファイナンシャルプランナー2級頑張ります。来年もよろしくお願いいたします。ピコリ。それでは、良いお年を。